こんにちは。えー、今、深夜何時だ ?2 時です。えー、まだ、アップルペンシルさんとお仲良く入手問題の解説を今作ってるんですけども、やっぱりちょっと今日は無理かな。今日はちょっとラジオスラップスティック更新無理かなという感じなので、お土産やべえな、えー。今日はお休みをすることになると思います。ちょっとね、あの昨日、バスケスキロラボの えー、YouTuber のね、バスケスキルラボの、えー、生配信見てて、受験生の子が受かるかなーっていう結構心配してる動画があったりとかしてですね、秋田県の子らしいんですけども、えー、前期試験を受けて、えー、どうなるかわかんないと、まあちょっといろいろ心配してたみたいなので、今日はですね、高生の入試問題と、それから新和高校っていうところの入試問題と、秋田県の えー、入試問題の解説を、えー、作っているところなんです。なので、えー、わ、目の下やばいな、これ。なにこれ。これがクっちょですか。<laughs> なので、えっと、まあ、あのー、今日は動画の更新ございません。うん。 えー、お休みをさせてください。ただ、えっとね、まあ、あの、結構今、溜まってるのもいくつかあったりとかして、Vlog もね、あげなきゃいけないんですけどなかなかそっちの編集にも、こう、今、手が出ないという状態になっております。まあでも、えー、受験、どうしても大事なんでね。えー、あーそうだ、熊中学校の子に、現在官僚の英語の説明も作ってくれって言われたんだ。まあそういうわけで、私は、えー、明日のお昼まで寝ずに、 ひたすら問題を解き続けて、えー、おそらく、えー、まあ、それを一応ね、あの、やる気の仲間の塾っていう YouTube のサイトの方にあげるのはあげて、送るのは本人に送ってという感じでやっていくんですけど、お明日のお昼まで、えー、勉強を続けてですね、で、その勉強を続けた後に、えー、そのまま熊中学校に行って授業をして、 帰ってきてそんまんま夜の授業をして寝れるかな <laughs> みたいな感じです、えー、ちょっと頑張って、えー、受験勉強やってますんで、えー、もし動画を楽しみにしていらっしゃった方がいましたらごめんなさい、えー、今日はお休みです、えー、受験生の中学校3年生がいて、えー、受験問題解けないとかわかんないとか、えー、こういうのどうやって勉強したらいいかわかんないとかあったら えー、やる気の仲邑塾のチャンネルの方に LINE は公開してますので、えーえー、LINE で、えー、ぜひメッセージを送ってきて、えー、質問してみてくださいただね結構ね多いんですよ1日やっぱ20件とか多い時20件30件行ったりとかするんで それをこう iPad でねやって送り返したりとかしてるのでなかなかねちょっとね全部まで返せなかったりとかごめんって送る時もあるんですけどまあ,あできる限り、えー、そんな頭のいいおっちゃんじゃないですけども、えー、頑張って送っていきますので、えー、よろしくお願いしますではお友達と今から <laughs> また問題を解きたいと思いますあとジェキ